羽鳥慎一モーニングショーの真裏の番組で橋本さんがビシッと言いました。やっぱりね、マスコミって反安倍の傾向なんですかね。私は都知事は世の中に一人しかいないんだから、もっとやってほしいってことだけなんですよ。はい、と YouTuber の川町慎一郎です。この動画は8月11日火曜日のお昼過ぎに撮影をしていますけれども、昨日8月10日の朝はですね、8時台のテレビ番組に私注目していました。8時台というとですね、何度もこのチャンネルでも取り上げてきましたテレビ朝日羽鳥慎一モーニングショーの、玉川さんの存在があるわけですけれども、その真裏の時間帯、8時の時間帯に TBS 系列の番組に橋下徹さん生出演されていました。実際にそこでも、まあね、玉川さんのあえて言う言い方ってどうなのかなみたいなことも苦言を呈されていたんですけれども、それはふむふむと聞いていたんですが、面白かったのはですね、冒頭ですね。でそもそもこの TBS の番組というのは、連休から夏休み始まって、今もお盆休み過ごされている方、帰省されている方もいらっしゃれば、どこにも行けないなと思って東京で悶々とされている方もいらっしゃると思いますけれども、実際には小池都知事が帰省は自粛を求めたい、特別な夏ですと呼びかけをしていた中で、国はそこまで厳しくしてなかったんですよね。で TBS は国がそのいわゆる規制については自粛を求めてない、でも小池さんは求めている、国の言うことがいいのか、安倍さんや菅官房長官の言ってることを聞くべきか、いや小池さんの言うことを聞くべきか、みんな混乱してますよっていう内容の VTR だったんですね。でそれに対して VTR 降りて橋本さんの一言目が、この番組ってさ、反安倍なのって聞いたわけですよ、ね、反安倍なのって。なぜかというと、政府が言ってるのは規制の自粛を求めないと言ってるのはさ、求めないと言ってるんですけど、その前にフレーズがついてるんです。一律に自粛を求めないなんですよ。つまり北海道から沖縄まで、47都道府県ある中で地域事情ありますよね。感染が広がってない地域で、その地域から感染が広がってない地域に行くことに関しては、基本的には問題ないわけです。例えば東京のようなですね、ホットスポットになっているようなところから地方に出ていくのは、ちょっとこれはウイルスが広がったらまた大変なことになっちゃうな、危ないかもしれないなという危機感があるわけですよね。でこの一律に全国自粛を求めないなのか、全国に自粛を求めないのかで、もう明らかに意味が違うんですよ。でその一律を消しておいて国と都の対立だみたいなことをやるのは、ちょっとですね、これは演出としてもやりすぎなんじゃないかなと思います。だから橋本さんの言うことはなるほどなと私聞いてたんですけど、一生懸命番組側はですね、いやこれはこうでああでこうでって、言い訳のようなこと言ってましたけれども、でもそうやって橋本さんに言われちゃったもんだから、ズバリ言われたもんだから、しどろもどろになってたような印象があります。で東京 MX テレビというところ、これは関東ローカルでして、東京都議会の話題なんかも取り上げてるテレビ局ですけれども、私先週の土曜日生放送出ました論文の淳さんの番組で、私と都民ファーストの会の都議会議員とジャーナリストの鈴木哲夫さんとタレントの鈴木奈々さん、このお二人はリモートでしたけれども、出ました。でそこでもやっぱり国と取って喧嘩してるの、安倍さんと小池さん仲良くないのみたいな話になるんですよ。で今までのいろんないきさつはあるので、そういう見方もできなくもないかもしれませんが、今やらなくてもいいでしょうと。お互い別に対立してるわけではないんですよ。じゃあそれ、じゃあ安倍さんにしても菅長官にしても当たり前のことを言ってるんです。で小池さんは小池さんの中では当たり前のことを言ってるかもしれないけれども、現実的に私たちは例えば厚生労働省とも何度も意見交換してきたりとか、ずっとこれ連日コロナが始まってからやってるわけですね、2月3月の頃から。でその国が言ってることと都が言ってることが違うから混乱するというんですが、そもそもの基本方針がちょっと東京都知事の方がずれてるんじゃないのかなって私は感じてます。でこれを言うことを言うと、なぜ都議会議員が都知事を応援しないでまた対立かというんですが、ここはじっくり聞いてくださいね。そもそも法律というのがあって、これに基づいて皆さん政治家だと動いていくわけです、官僚も。で特に45条緊急事態宣言ですって言われて、この春に緊急事態宣言になりました。皆さん方も記憶あると思います。でこの緊急事態宣言は特措法、特別措置法ですね、新型インフルエンザの特措法に基づいて緊急事態宣言がなされたんですよ。でも一方で法律には感染症法があるわけですよ。でこの感染症に関する法律は感染症に関する法律ですから、いろんな感染症に対応できる法律になってるんですね。でここで両者のこの法律の中の役割がですね、都道府県知事の役割が明確になってるかなってないかというのは、ここがちょっと割れちゃってるんですね。で
この感染症法上は、例えば東京で言えば保健所があるのは23区、区市町村単位ですんで、この保健所がある、23区は頑張りなさいみたいな書き方になってるんです。でも、特措法は都道府県知事がやってください。区市町村とは書いてないんです。だから私たちは特措法を基づいていろんな措置をね、やってきてるし、対策本部とかいろんな休業要請というのは全部特措法に基づいてやってるんだから、小池さんは都知事として、もう全国に一人しかいない都知事として、この特措法が言う都道府県の知事としての権限でもっとズバ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 実効性のあることやってほしいってずっと言ってきました。ことあるごとに議会の場で。でも、いや、鴨さんの言うこと、自民党の言うことは、ちょっと法律の解釈としては踏み込みすぎだと違うんだと。感染症法は区市町村なんだから、区市町村やってくださいよと。で、しかも23区の保健所というのがあります。私は何度もこの保健所の所長の頑張り次第が、それぞれの地域の検査体制だとか、感染拡大を止めていくという話をしましたが、この保健所の管轄は東京都の下にないんだと。国にあるんだ。もうこう言うんですよ。でもそれで国だ都だってああだとかって言ってる時間のうちにどん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 後手後手の政策が東京都もなされていっちゃったんじゃないんでしょうかと。じゃあ東京都として出てきた都知事としてですね、議会にかけず出てきた条例がガイドラインについてですよ、あの虹色のステッカーについてですよ、ね、何度も言うように虹色のステッカー貼ってあるからといって、これは本当に東京都がチェックしてお墨付きを与えたステッカーじゃないんだけれども、どうもそういうふうに思うようなね、記者会見のやり方もしてきてるわけです。で、私はそれは自分たちでもっとチェックができるようにして、そしてもっと担保が取れるようなですね、実効性が担保取れるような政策すべきだと言うと、また批判だって言われちゃうんですよね。ですから、あの橋本さんも言いたいことは、その国とか地方が対立するっていうふうに見えるのは、やはりこれ地方の首長さんたち、都道府県知事、あるいはまあ区市町村長ありますけど、今では47都道府県知事が明確な権限が渡されてないというところに問題があるんじゃないかというのは、それは私も同感です。規制の話になったら、例えば私は東京出身ですから規制先はないですけれども、東京の人が例えば自分の出身地に帰るという時に、東京都知事の言うことはまず聞きますよね。で、それと同時に帰ろうとしている、規制をしようとしている先の県知事さんのお話も聞いて、いやちょっと今東京から来ないでねとか、いや今だったらこういう感染防止策やったら来てもいいよみたいな話はですね、しっかりと心に留めてやっていくように、47県の知事たちがもっとリーダーシップを取れば、47通りのね考え方で、そして47通りのさまざまな対策ができるんです。これを全部国だ国だっていうのも、僕はそれは僕都道府県知事お一人お一人ね、無責任だと思うんですね。何しろその都道府県代表する一人です。その人しかできない権限がいっぱいあるんだから、もっと積極的に動いていただきたいと思います。 MX テレビに出た時に最後にその特別な夏という言葉を小池さん使われたけれども、こういうのって小池さん自分で作ってるんですかっていう視聴者からの問いかけがありました。都民ファーストの議員の方は、小池さんアイデアマンで自分で作ってるでしょうねっていう話をされたんですけど、私言いました、特別な夏なんていうのは小池さんが言わなくても分かってますと。みんな特別な夏ですよ、甲子園見てたって特別じゃないですか、ね、今回の春の選抜に変わる交流試合みたいなものも含めて、ね、だけど特別な夏は特別な夏だっていうのは、知事がやらなくたって僕らもやれるんだから、今言ったように都道府県知事、東京都では唯一トップの知事としてですね、もっと実効性があって強いメッセージ、パフォーマンスではなくて本当に実務にですね、即したですね、あのメッセージを出してくれないと、止められる感染拡大も止められない、そして先回りしていろんなことをやろうと思っていることも全部後手後手になってしまう、これは問題じゃないかということを、まあ、私は言いたかったから言ったんですね。するとまたそういうこと言うから発信量がなんだって言うんですけど、そうじゃないんだと。私は小池さんだからできることを言うのに、それをやってくれてないことに対してフラストレーションが溜まってるので文句を言ってるので、別に足を引っ張ってるわけじゃありません。皆さんはどう考えるでしょうか。そしてなぜマスコミは全部国と地方とかそれ対立煽るのか。で、コメントで見たらね、こんな政治って何やってるんですか、対立してる場合じゃないですよねってコメンテーターがいろんなそこら中で言ってるんですよ。だったらちゃんと事実に基づいて、一体現場で何が起きてるのか、それを踏まえた上でですね、もっと効果的なことやりましょうよ、そして提案しましょうよって、ね、あの検査検査検査すればいいんですよなんていうことを、ね、無責任にね、こう一人で喋ってるような、こういうのを放置してていいんですかって、ね、全員が検査できる、毎日検査できる、簡易的に検査できる、でも検査して陽性になったとしても、そのいわゆる今縛りがきついので、この縛りが緩い状態の中で検査ができるところ、それは最大値の目標かもしれませんけれども、今それが私は現実的じゃないと思ってるから、こういう全員が検査っていうのはおかしいんじゃないかと言ってます。で、これは
皆さん方の命を守る、大事にしてないとかそういうことじゃないです。命を大事にしているからこそ、医療資源をどう確保するか、宿泊料のホテルの部屋をどう確保するかという点において、必要に応じて必要な人がいつでもどこでも検査を受けられる体制を作るために努力してますんで、引き続き皆さん方からの意見、そしてまた応援をですね、お待ちしたいと思います。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。